上田県吉三月八日から1 9 6二年九月十一日は、日本の陸軍軍人、陸士十0期、陸大十一期、陸軍大将生三位、訓移投降三級、大阪府南河地郡佐山村出身、陸軍軍里、上田県八の次男として生まれる。北の中学校、東京高等商業学校を経て、1 8 9八年十一月、 陸軍士官学校を卒業し、翌年6月、騎兵少尉任官。陸士生徒大夫、騎兵幹部員などを経て、1909年12月、陸軍大学校を卒業。第18師団参謀、第16師団参謀、陸軍省軍務局会員、参謀本部府などを歴任。シベリア出兵に際しては、ウラジオ派遣軍参謀として出征した。教育総幹部府。 騎兵第一連隊長などを経て、1923年8月、陸軍少将に進級。航空部府、騎兵第三旅団長、軍馬補充部本部長などを歴任し、1928年8月、陸軍中将に進級した。市が中東軍司令官を務めた後、第九師団長在任中、第一次上海事変により出動。 停戦交渉中の1932年4月29日、上海天朝節爆弾事件により左足を失った。参謀本部付、参謀次長、朝鮮軍司令官などを歴任。1934年11月、陸軍大将に進み、軍事参議官を務めた後、関東軍司令官県中満大使となり、在任中に野門ン事件が発生。 停戦後にその攻めを追う形で1939年12月に予備役編入となった。戦後公職追放となり、1952年の追放解除後は、戦友団体連合会会長、日本共有連盟会長を務めた、上田健吉、ありがとうございます。